何を考えている。ヨアヒム・ギュンター、一体どういうつもりだ。どうして自分が不利になる情報をわざわざ残したりする。うん、確かにな。お前たち、偽装の可能性はどう思う。正直この状況で偽装する意味はないと思います。全ての状況が彼を指し示し、ルバーチや議長との関係も明らかにされていますし、インの行動を見る限り、ヘイユーや共和国派の仕掛けの可能性も低いのではないかと。ま、これ見よがしに誇示してるだけじゃねえのか。あの秘書野郎の態度だってかなり言っちまった感じだったし。同感です。その2つのファイルからは自己顕示欲と合わせて何らかの狂信的なメッセージを感じました。それもおそらくキーヤについて。なるほどな。そこまでこだわらせる何かをあの子が持っているのか。こんなことをしてまで一体何をしようって言うんです。さてな。だがこの白いファイルに彼女の写真が挟まっていたことの意味はどう思う。はい、6年前までに行われていたいくつもの非道な儀式の数々、その締めくくりとしてキーアを利用するというメッセージかもしれません。もちろんだ。ダドリさん、上層部の方はどうですか。間が悪いことに例の拘置所襲撃の知らせがあってな。しかも拘置所の近くにあった警察学校と訓練場も襲われたらしい。わかりました。これ以上は当てにはできません。遊撃士協会に頼んでキーヤを外国に逃がしましょう。ロイド、それはもちろんアリオスさんかエステルたちに任せることが条件だ。リベールあたりなら安全だろうし、教団の手も届きにくいはずだ。確かにそいつが一番安全かもしれんな。だがいいのか。お前自身の手であの子を守れなくなっても俺のこだわりやプライドなんてどうでもいいんです。みんなは反対かもしれないけど、あの子が少しでも安全なら俺はそちらの可能性にかけたい。ロイドさん、やれやれ、仕方ねえか。そのつもりなら急いだ方が良さそうだな。国際定期船の最終便は確か9時30分だったはずだ。急げば今夜中にリベールへあの子を逃がせるかもしれん。よし、ギルドに連絡しろ。アリオスあたりが戻っていたらそのまま任せればいい。ヤツなら娘とキーヤの二人、何があっても守りきれるだろう。はい。
はいはい、こちら遊撃式をか。ミシェルさん、今よろしい？あら、おや、どうしたの？うちのメンバーはまだ戻ってき、そうですか。アリオスさんがいつ戻るか分かりませんか？ああ、彼ならそろそろ戻ってくるはずだけど。なんなのあんたたち。ここはブレイザーギルド。ミシェルさん、どうしたんですか？ダメだ、通信機がやられたのか。おい、何があった？遊撃士協会が何者かに襲撃されたみたいです。通信が切れる直前に機関銃の音がしていました。まさか操られたマフィアどもか。可能性は高そうだな。いや、マフィアの襲撃にしてはちょっと気になることが。何？そうだ、違和感があったの。いや、一体何が。この音は向こう。早く出ましょう。あ、送信。ああ、すぐに出る。ごめんね、しずくちゃん、うるさくして。いえ、何かあったんですか？はい、特務支援課です。あ、ノイドさん、よかった。その声はノエル総長か。なんだって？一体何があったんだ？わかりません。こちらも現在一応そちらにも伝えるよう副司令に。わかった、情報勝ちそうだ。こちらも伝える。市内でギルドが。わかりました、副司令に伝え。何が起きているのかわかりません。くれぐれも気をつけて。ああ、警備隊方面で何があった？ベルガードモンの部隊との連絡が完全に途絶。今現状を確認。なんだと？一体何が。サイト。なんだ、外に何かいるのか。囲まれてる、気をつけろ。なんか集まってきてるって言ってるみたい。本当か？ひょっとして遊撃士協会を襲撃した。待ち、総員脱出の準備を。ロイドとランディはキーヤとしずくを連れて行け。はい、アイさん。ティオは周囲の警戒を、エリーはフォローに回れ。はい、了解しました。ナドリー、シンガリは俺とお前で持つぞ。了解です。キーヤ、しっかり捕まって。はい。しずくちゃん、捕
礼させてもらうぜ。親父さんに比べりゃ頼りねえだろうが勘弁な。そんなことよろしくお願いします。よし、なるべく陣形を崩さずに。裏口から撤退する。まさか今のはベルガードモンの警備隊か。ああ、見知った顔がいたぜ。まさかマフィアと同じように操られているというの。その可能性は高そうです。なんとか警察本部まで。ボン、うわぁ、また来たの。あっちを向いて。一旦中央広場に出るぞ。なんだありゃ。先生、これはどうやらただごとではなさそうだ。あ、ハロルドさん、あんたは家に戻りたまえ。他の人たちも早く家の中に。どうすれば。警察本部に行くならこのまま行政区に。ダメです。裏通りを抜けろ。はい。なんや、お祭りか。変な取り合わせね。何の騒ぎだい。うるさいったらありゃしない。翔平な、なんやねん、一体。さすがにきついな。ライド、大丈夫？私、降ります。いや、大丈夫だ。こんくらい任せとけって。あら、弟くんじゃない。イリアさん、リーシャ、皆さん。へえ、かわいい子連れてるわね。大きな犬までいるし、楽しそうな組み合わせじゃない。二人とも急いで劇場内に避難してください。すぐに連中が。ち、何台持ち出してんだっつうの。え、アトラクションか何か。気合が入ってるじゃない。とにかく避難してください。おい、何をしている。警察本部に急ぐぞ。はい。うわぁ、すごいライブ感じゃないの。よし、こうなったら私も。イリアさん、いいから避難しましょう。君たち、どういうつもりだ。警備隊司令の命令かね。ことと次第ではただでは済まんぞ。この世紀のない目は。
あのシャッターは簡単には破れん。しばらく持ちこたえられるだろう。追っ手が来る。噴水前を迂回して中央広場に戻るぞ。アイサフラン、みんな無事でいてくれ。おじいさん、そして私の孫娘たちに一体何をするつもりか。市長、どうか落ち着いて。いけるです。お下がりください。一体何があったんだ。議長、ここは中に入った方が。バカ、どうしてこんなこと。まさか彼の仕業なのか。戻ってきたね。でも警備隊の姿はいなくなってるみたいです。うまく負けたってことか。セルゲイさん。ああ、よし、ここから先は別行動だ。お前たちは東通りを抜けてプロスベル市から脱出しろ。どうやら暴走してるのはベルガード門の警備隊のようだ。多分ソーニャの部下たちは当てにできるだろう。街道に出たらハングラン門に連絡して車両で迎えに来てもらえ。わかりました。ですが課長たちは。俺とダドリーはかく乱のためここに残る。連中の注意を引きつけてかき回してやるつもりだ。そんな。おい、何無茶言ってんだ。私たち二人ならば、かく乱してグズグズするな。一刻の猶予もない。ダドリーさん、行きましょう。課長、気をつけてね。ああ。ダドリー。一家のエースの実力、改めて見せてもらうぞ。そちらこそ、かつてあの二人を率いていた伝説の班長の実力。これは…襲撃された後。お父さん…あら、あなたたち…ミシェルさん…よかった。無事だったんですね。ええ、あの後なんとか切り抜けて脱出したの。連中がいなくなってからこっそり戻ってきたんだけど、まだ連中市内にいるみたいね。ええ、行政区を中心に市内に展開しているみたいです。なるほど、市外にいた遊撃士たちもそろそろ戻り次第フォローを回すから、このまま街道に逃げなさい。あと、しずくちゃんはこのまま頼んだわよ。
合点書任せてください。ミシェルさん、どうかお気をつけ。ええ、そっちもね。さすがにここまで追ってくる気配はないな。ええ、課長たちのおかげでしょうね。無事だといいんですけど。今はエイドスに祈るしかねえな。ああ、キア、しずくちゃん、大丈夫か？はい、キアも平気だよ。みんなと初めて会った時みたいだね。そうだな。あのオークションからまだ一月ちょっとかよ。ちょっと信じられませんね。さてと、このまま街道に出るとして、先にタングラムモンに連絡する？なあ、繋がりにくかったらノエル総長の方でもいいだろう。え、話中みたい。無理もねえ、相当混乱してんだろう。しばらく通信は繋がりにくいかもしれ。仕方ないわ、直接ノエルさんの方に。なんだ。おい、ドゥバージェ。病院を襲撃したのとは別動隊みたいですね。300人近い大所帯だ。他にもいるとは思ったが、ここは突破するしか道はなさそうね。キア、しずくちゃん、できるだけ探す。
俺の番だな。セット。行きます。そこです。俺の番だな。ふん。そこ。はい。そこです。お疲れ様でした。あ、これで一安心です。よっしゃ。仕方ねえ、一度町に戻って。絶対絶命ってや。なんとかこの子たちだけでも。あれは車がもう。このリムジンは。さあ、早くお乗りなベイル。マリアベルさん。話は後だ。とにかく乗りたまえ。は、ギア、乗り込むぞ。うん。しずくさん、捕まれ。ルバーチェのみならず警備隊までもか。なんというかとんでもない状況ですわね。ええ、正直悪夢を見ている気分です。ところでおじさまたちはどうした。ああ、共和国での商談があってその帰りだったんだが、タングラム門を越えたあたりでマフィアたちの襲撃を受けてね。なんとか振り切って町にたどり着いたら君たちが襲われていたというわけさ。そうだったんですか。いやしかしマジで助かったっす。この車もしかして防弾っすか。ああ特注品でね。ガラスも防弾だから簡単には破れないはずさ。ラインフォルト社製の最新の防弾リムジンですね。なるほどね。でもさすがに砲撃までは耐えられないでしょうし。お父様、このまま IBC に戻って。ああ、そのつもりだよ。彼らも疲れているだろうからゆっくりと休んでもらおう。そんな、これ以上ご迷惑をおかけするわ。そのお気持ちはとても嬉しいのですけど。エリー、水臭いことを言わないでちょうだい。 IBC のゲートは特殊合金製だ。簡単に破られることはないだろう。それに IBC 総裁としてクロスベルの治安については無関心でいられない。できれば詳しい事情を君たちから聞かせてほしいんだ。ディーターおじさま、わかりました。ご迷惑をおかけします。決まりですわね。二人ともなんだか眠そうだな。眠くないよ。大丈夫です。無理もないわ。もう10時近くだし。あれだけの修羅場に付き合わせちまったからな。IBC に着いたらベッドを用意しておきましょう。よし、そうと決まればせいぜい飛ばすとしようか。
現状で判明していることは確証があるわけではありません。いずれきちんとした証拠を揃える必要があると思いますが。ああ、君たちの立場ならそうだろう。だが私は今その教団の残党とやらの罪深さはもちろんだが、そんな連中につけ込まれここまでの事態を引き起こした愚か者たちには心底呆れ果てて。はい、私とてクロスベルの状況が難しいものであるのは分かる。ルバーチェのような存在や議員や役人たちの腐敗についてもある。どうやら私はとんだ愚か者だったよ。おじさま、そうですわね。 IBC は少なからずクロスベルの政界に影響力がある。お父様は今まであえて中立であろうとしていましたけど。その怠惰が今回の事態を引き起こす一因にもなったようだ。すまない、お詫びのしようもないくらいだ。そんな、いや、さすがにそれは気にしす。実際権限や責任があるわけでもないですし。いや、時の政権に対して財界がある程度働きかけるのは本来は常識的なことだろう。それ以前に私にもクロスベルを愛する市民の一人という自負があったはずだ。だが忙しさにかまけその愛嬌心も薄れていたらしい。それは私たち市民一人一人がそうだったと思います。ああ、いずれにせよここで愚痴っていても仕方ない。この事態を解決するために我が IBC は総力を持って君たちに協力させてもらおう。総裁、ありがとうございます。とても心強いです。と言ってもこの状況はいかんともしがたいですわね。警察本部やタングラム門とも連絡が途絶しているのだったかしら。はい、何度か連絡してみたんですが、何らかの理由で通信妨害がかかっているようです。動力ネットワークによる連絡を試すことはできないんでしょうか。どうやら何者かによってジオフロントの動力ケーブルが遮断されているらしいですわね。なんとか迂回ルートを確保すれば通信網を回復できると思いますが。ならば技術部のスタッフに最優先でやらせたまえ。警察本部、タングラム門、遊撃士協会との連絡はもちろんだが、市内の各端末との連絡も取れればさらに状況もつかめるようになるだろう。わかりましたわ。そしてもう一つの心配はキーヤ君か。はい、操られた警備隊が俺たちを執拗に追った目的はキーヤの可能性が高いと思います。実際俺たちに発砲した時はほとんど威嚇射撃だったしな。一方しんがりの課長たちには容赦なく撃ってきてたみてえだ。キーヤを決して傷つけずに身柄を奪い取れ、そんな風に操られているのかもしれませんね。まああれだけ可愛かったらさらいたくなる気持ちもわかりますけど。ヨアヒムと言ったかしら。ずいぶん不気味な男みたいですわね。いや、正直彼が何を考えているのか、何のためにキーヤが必要なのか、白いファイルの最後にあった写真がどこで撮ったものなのか、そもそもキーヤちゃんがどうしてあのオークションの場にいたのか、あの子の記憶が戻っていたら手がかりになったんでしょう。なるほど、歯がゆいですわね。いずれにせよこれだけの事態を引き起こしたと思われる人物、恐ろしく危険な男であるのは間違いないと思った方が。君たちをこのビルにかくまったのは簡単には特定できないだろうが、万が一のことはあり得る。覚悟だけはした方が良さそう。はい、各所との連絡などは引き続き IBC のスタッフにやらせておく。キーヤ君たちも休んだことだし君たちも少し休憩したまえ。
それともベッドを用意しようか。いや、それは遠慮しておきます。それよりこのビルの中で補給できる場所はないですか。少々装備が心もとなくて。確かにさっきはいきなり襲撃されたからな。それなら1階のカウンターで各種のサービスが受けられるよう取り計らっておこう。各メーカーの支社もあるので武器の融通も効くかもしれない。エプスタイン財団も入ってますから攻防機能も使えるでしょうし。緊急時の備えもしていますから食料なども融通できるはずですわ。なるほど、確かに何でも揃いそうな勢いですね。いや、さすがは天下の IBC ビルだぜ。ご配慮感謝します。それでは少しの間休憩させていただきます。
エリー、ここにいたのか。ロイド、改めて言うのもなんだけど、大変なことになったよな。市内にいる人たち無事でいるといいんだけど。そうね。エリー、マクダイル市長なら大丈夫だ。警備隊を操る黒幕にも市長を害するメリットはないさ。なんとかこの事態を打破して市長たちを解放しよう。ロイド、そうよね。おじい様は何度も紛争を経験されている。この程度の危機くらいなんとか切り抜けられるはずよね。なあ、あの人なら絶対に大丈夫さ。ああ、なんであなたはそんな風に私のことが分かっちゃうのかしら。考えてみれば不公平よね。私はもういろいろなものをあなたにさらけ出してしまった。なのにあなたの方は、ねえロイド、お兄さんの背中少しは近づいてきた？多分あなたはお兄さんの背中をずっと追い続けてきたのよね。あなたがよく言っている壁という言葉、あれはひょっとしてお兄さん自身のことを指してもいるんじゃないかしら。ああ、多分そうだと思う。昔からさ、兄貴は俺のヒーローだったんだ。どんな逆境にもめげずに何でもやり遂げるすごいやつだけど、3年前いきなりその背中がなくなって、多分俺は逃げたんだと思う。だって俺は兄貴みたいになれる自信がなかったから。兄貴みたいにいろんなものを守れる自信がなかったから、だから知らない街へ逃げ出したんだ。でもあなたはクロスベルに戻ってきた。それはどうして？やっぱりこの街、兄貴やセシルね、一緒に過ごした友人たち、他の街で暮らしていてもやっぱりそれは俺の一部で、だから俺は無理して警察学校のうちに捜査官資格を取ったんだと思う。少しでも兄貴に追いつけないと。白状するとそれもズルしたようなものさ。何せ企画外ではあるけど、捜査官としては一流の人間をずっと見てきたから、兄貴だったらどうするだろう。兄貴だったら絶対に諦めない、そう自分に言い聞かせて俺はなんとかやってこれ。でもそれは俺が俺自身として最近になってやっと気づけた気がするんだ。兄貴の背中を追い続けるだけじゃ本当の意味で強くはなれないってね。それに気づけるのにどれだけかかってるんだよって話なんだけど。ロイド、エリー。ねえロイド、私はガイさんを、知らない。でも一つ言えることがあるわ。今まで私たちを引っ張っていってくれたのは他ならぬあなた自身だってこと。いつだってあなたは私を、私たちを導いてくれた。この灰色の街で迷うだけだった私やティオちゃんや、多分優しくてひたむきで肝心なところでは鈍いけど、
でもやっぱり大切な時にはそばにいてくれて、一緒に答えを探してくれる。そんなあなたがいてくれたから私たちはここまでたどり着けた。ガイさんでも他の誰でもなく、あなただからできたことよ。あ、だから私はこの町であなたに出会えた幸運をエイドスに感謝しているわ。幼い頃に日曜学校で出会っていればもっとよかった。そんな虐待もないことを考えてしまうくらいに。エリー、自信を持って。ロイド・バニングス、お兄さんに憧れているところも、自分自身であろうとあがくところも、全てがあなただから。そんなあなたが私たちは、私は好きだから。だからあなたはあなたであるだけで。エリー、あ、ビル内に残っている皆様にお知らせいたします。非常時につき、これより一部フロアの照明を落とさせていただきます。また保安上の理由からどうかご理解の上、火元などにはくれぐれも。私、ベルのところに戻るわね。何かおじさまたちに協力できることがあるかもしれないから。ああ、俺も今のうちに補給と装備の確認をしてくるよ。また、後でな。え、その、さっきの続きは全部解決した後にでも。なんでもない。それじゃあまた後でね。エリー、柔らかかったな。それにいい匂いがして、はあ、あともう少しで。じゃなくて、俺は俺自身であるだけでいいか。少し前ならそんな風に言われても、逆にでも今は不思議と納得できる気がする。ありがとうエリー。
よく寝てるみたい。無理もないか。あれだけの大立ち回り。ライド、どこ？エリー、ティオン、ダンディ、暗いよ。どこ？どこに行ったの？キア。大丈夫。絶対に。だからキア。今まで自分たちのことだけで精一杯だったけど、やっと分かった気がする。何のためにクロスベルに戻って捜査官を目指したのか。兄貴も同じだったのかな。ああ、私だ。リック、すまない。警察本部からの連絡あたりと勘違いさせたかな。もしかしてどこかと連絡。いや、残念ながらまだだ。実はゲート前の警備員から気になる報告が。休憩中に悪いが、私の部屋まで来てくれないだろうか。わかりました。警備員からの報告、嫌な感じがするな。一応装備だけでもちゃんと確認しておこう。失礼します。ライド。おお、来てくれたか。一体何があったんですか。ああ、警備隊の隊員が2人ほどゲート前に来たらしい。それで。今のところ攻撃することもなく、とどまっているだけみたいですよね。まあ、特殊合金製のゲートですから突破も難しいでしょうけど。そうですか。俺たちがここにいるとバレた可能性は高そうだな。失礼します。ティオ、ランディ。何でも警備隊員がゲート前に来たらしいな。ああ、今のところ何もしていないみたいだけど。私だ。何だと。どうしたんだ。嫌
な予感がするわね。ゲート前の警備隊員が妙なことをし始めたらしい。円筒状の装置のようなものを設置しているとのことだが、まさか指向性の動力爆弾か。なんだそれは。軍隊で使われている破壊工作用の動力爆弾だ。特殊合金製のゲートでもさすがに持たないか。そんなそんなものが。操られているくせに知恵が回りますわね。仕方ない。ランディ、撃って出よう。ああ、それしかなさそうだな。ロイド君、あなたたち無駄死にをするつもり？いや、その動力爆弾の設置を妨害するだけです。ま、そのまま小競り合いになっちまう気はしますけど。もちろん私たちも行くわよ。メンバーとして当然です。なあ、サポートを頼んだ。エリー、ティオさん、これが私の仕事だから心配ご無用です。無論、俺たちも無駄死にするつもりはありません。警察本部か副司令の部隊か、応援が来るまでの辛抱ですから。ゲート前なら地形の利もある。ま、俺たちに任せてくださいよ。わかった。エイドスの加護、くれぐれも気をつけたまえ。子供はもう寝る時間だろ。しずくちゃんだってちゃんと寝てるんだから。しずくちゃん、起こしちまったか。ごめんなさい、目が覚めてしまって。いや、うるさくしてごめんな。マリアベルさん、二人のことを頼みます。ちゃんと寝かせておいてください。ええ、わかりましたわ。さあ、二人とも、ココアでも入れてあげますわ。温かくしておやすみなさい。絶対に守らないとね。はい。一応言っておくが、クロスベル警備隊は精鋭だ。操られているとはいえ、薬の影響もバカにはならない。多分今までで一番厳しい戦いが待ってるはず。なあ、俺たちのチームワークが試されるってこと。まずは動力爆弾の撤去。そのままゲート前で隊員たちの突入を阻止する。エイドスの加護、くれぐれも気をつけてくれ。
俺の番だな。ふん、任せてくれ。サイクディア、行くぜ。俺の番だな。エイクディア。さてと、私の番ね。はい。おっしゃ。俺の番だな。エイクト。甘いってろ。おお、やるじゃねえか。よし、油断すんな。すぐ次が来るぞ。まだ爆弾は起動前です。中に運び込んで解体してしまってください。任せとけ。運び込むぞ。ひえー、来たか。食い止めるぞ。よし、第2波キマック。敵集団との戦闘を開始。私と番ね。そこ任せてくれ。やっは、はい、えい、任せろ。私の番です。ドライブ開始。任せてくれ。それ助かりました。
せろ。ほら、私の番です。えい、中に入ろうにも、こうやつぎ早に来られたら、ゲートを閉める時間を何とか稼がないと。頑張りますね。インドメの報告から判断して、今回はおとなしく引っ込んでいるしかなさそう。存外面白いものが見られそうですね。ですが、そうそう。あのままではいずれ。ここで倒れてしまうのであれば、彼らも所詮その程度の器だったということ。ほら、次が来ましたね。敵集団との戦闘を開始。ここで食い止めるしかない。グレイス先輩、一体何が起こってる。いいから取りまくりなさい。それがペンとカメラしか武器のない私たちができる唯一の戦い。はい。ロイドのこと、きっとすごい記事にしてみせるわ。
接近、注意してください。ああ任せてくれ。今のはミレイユ中尉。そんな、あの人まで。アンディさん、クソが、ふざけやがって。おお、やれやれ、頑張るね。しかし、このままだとギリアスのおっさんの狙い通りになっちゃう。どうした？あっち。次で終わりかもな。ま、せいぜい頑張れよ。さあ、かかってこい。よし。赤き夜に信じ、戦の丘の奥、つまむほどもつまけ。
数が多すぎるぜ。なかなか頑張ったようだね。ロギンス、なんでお前が。ああ、ランディ君、勘違いしないでほしいな。僕は君の元同僚ではない。彼の体を借りてこうして話しかけているだけさ。その口調。ヨアヒム先生。正解だ。僕からの招待状は目を通してくれたようだね。アーネスト君も一応役に立ってくて。めえ、一体何のつもりですか。こんなことをしでかしてクロスベル全土を混乱に陥れて。あなたは DG 教団は一体何をするつもりなんだ。それが知りたいのであれば僕らの仲間になってもらうしかないな。グノーシスを服用してもらえればその境地へと導かせてもらうよ。ふざけないでください。あなたがあんなひどいこと。別に各ロッジの儀式は僕がやったことではない。無論グノーシスのプロトタイプの実験データは回収させてもらった。そのデータをもとにこの古の聖地で僕はグノーシスを完成させた。そう、全ては運命だったのさ。何を口走ってよ。至らぬ身である君たちに我々の要求はただ一つ。あの方をキーラ様を返してもらうというだけだ。あんた、あの勘違いしないでもらおう。キーア様はもともと我らが巫女。その身を君たちが預かったのはただの偶然に過ぎない。あの方にはただあるべき場所に帰っていただくというだけさ。ふざけるな。あんたらの狂心にあの子を巻き込ませるものか。さっきから聞いていれば妄想めいたことばかり。てめえみたいな変態野郎のもとに希望を戻せるわけねえだろうが。おととい来やがれです。やれやれ、交渉は決裂。ならば君たちの屍を越えてキーヤ様をお迎えさせてもらおう。上等じゃねえか。君たちの女神への祈りはすま。それでは。ダメ。キーア。そんな。おお、キーア様。ライダたちをいじめちゃダメ。いじめたらキーア絶対に許さないんだから。キモ、いいから下がってろ。前に出てはダメです。キーア様、お迎えに上がりました。そのような愚物どもなど放って
我らの元にお戻りください。今は何もわからないでしょうが、あなたは我らの。いいから早く約束しなさい。ロイドたちにこれ以上ひどいことしないって。キーヤちゃん。それでこそ、それでこそ我らの巫女だ。かしこまりました。キーヤ様さえお戻りになれば、彼らには決して危害は加えません。本当にひどいことしたりしない？ええ、もちろんですとも。さあどうぞこちらへ。ダメだ、ロイド。キーヤ、暗いのが怖いんだろ。俺たちから離れるのが寂しくて嫌なんだろ。だったらこんな奴の言うことなんて聞いたらダメだ。でもキーヤ、記憶がないし、誰なのかもわからないし、ロイドたちに迷惑かけるなら一緒になんて。迷惑なんかじゃない。俺は、俺たちの方こそキーヤにそばにいてほしいんだ。多分私たちはあなたがいてくれたおかげで本当の意味で成長できたと思う。あなたを見守る、そのことにそれぞれが求める意味。はい、何のために生きているのかわからない私ですけど、みんなとキーヤを守るためなら何だってできる気がします。だからキーボー、余計なことは気にすんじゃねえ。お前はのんきに笑いながらすくすく育っていけばいいんだ。それだけで俺たちはパワーをもらえてるんだからよ。テリー、ティオ、ランディ、サイトも。俺たちは捜査官だ。過去や記憶が気になるんだったら俺たちが一緒に取り戻してやる。少なくともこんな奴の言いなりになる必要はないんだ。だからキーヤ、行かないでくれ。ロイド、キーヤ、みんなと一緒にいる。そっか、キーヤちゃん。よくもそんな妄言で我らの巫女をたぶらかした。様子見に預けておいたのがそもそもの誤りだったわけか。特務支援か。貴様ら全員なぶり殺しにしてくれる。でも少し休めました。キーヤ、下がっていろ。せめてキーボーだけでもゲートの中に。その必要はない。あなたは。八王一刀流二の方、ハヤテ。アリオさん、風の剣数。おいおい、すげえタイミングだな。狙ってたみたいです。そんなつもりはなかったが、ちなみに来たのは俺だけではないぞ。先を越されたか。さすがに俺も年だな。同流できてな。思わぬ火星もあったからこうしてたどり着けたわけだ。思わぬ火星？あれは
やれやれ、完全に操られてるみたいだね。大したことねえじゃねえか。このバルド様の力にかかりゃ警備隊なんぞ。なんだこいつら。だから言っただろう、薬を決めてタフになって行方不明になった、君のところのディーノ君と同じさ。ちっ、そういうことか。どうやら落とし前をつける必要がありそう。てめえら始めるぞ。うこちらも聖戦の準備を。や、準備完了。いつでもいいぞ。それでは聖戦を始めよう。暴れるには将来に夜だ。てめえら一人残らず叩きのめして踏んじまね。おう、しかも結構押してます。プロ相手にやるじゃねえか。不良の時がどうして。さっきまで通信が繋がらなかったのに。はい、こちら特務室。よかった、ロイドさん。警備隊に追われてるって聞いてどうなったのかと。フラン無事だったのか。はい、こちらも反撃に転じました。それと遊撃士たちが破壊された通信ターミナルを復元定的ではありますが、動力通信が回復できました。そうか。はっ、復旧できたのは僕の情報のおかげだけどな。その声は。ああ、天才ヨナ様さん。ついでに IBC と協力して動力ネットも回復し、ありがたく思えよな。オンに決めよう。DG 教団幹部司祭ヨアヒム・ギュンター。これ以上このクロスベルで好きか。いいだろう。こちらの戦力はマフィアと合わせて1000名近く。しかも無尽蔵の体力を持ち、眠る必要すらない。歯向かう者は皆殺しにした上で我らが巫女を取り戻してくれる。楽しみにしてるがいい。完全に気絶したか。い、今のはどうやら全く別の場所から操っていたみたいですね。しかもかなり離れた場所かもしれません。もしかしてそこから警備隊全員を操って。ヨアヒム本人を叩かない限りどうしようもねえってことかよ。居場所は判明している。エステルとヨシュアが教団のロッジを発見した。場所はクロスベル北東にあるアルモリカ古戦場。そこに行方不明者たちが入った痕跡を発見したそうだ。ちょうど今潜入経路を調べてもらっている。確かに何かありそうな遺跡でしたけど。そう単純な話じゃない。どうやら東クロスベル街道にも相当な戦力が展開しているようだ。主にマフィアどもらしいが。いずれにしてもこちらの戦力が限られている以上、せめて足さえあればなんとかなるかもしれんが、あいにく警察の車両はあらかた警備隊に奪われてしまったようだ。徹底していますね。それは私がなんとかしよう。
雫に出る。皆さん、しかしキーヤちゃん無茶をしてくれますわね。そうだよ、いきなり走っていくからあんまり無茶しないで。ごめんなさい。しずく、無事で何より。お父さんも。はじめまして、特務支援課のセルゲイです。それで何とかできるというのは。ガレージに私のリムジンが。防弾だし、かなりの速度だから強行突破にはうってつけだろう。おお、確かにそれなら。ならば乗り込むメンバーを選ぶ必要がありそうですね。ここの守りも必要でしょうし、私の他には。いえ、どうかここは俺たちに行かせてもらえませんか。何？いきなり何を。ヨアヒムの狙いはおそらくキーヤただ一人です。キーヤを奪われたら、その時点で俺たちの負けですが、逆に言えばキーヤを守り抜いて彼を逮捕できれば。その意味じゃこのビルは絶対に守りきる必要がある。確実な戦力を残すべきだぜ。おそらくアリオスさんが残ればここは鉄壁の守りになるはず。課長たちと警官隊の応援があれば完全に資格もなくなるかと。なるほどな。理屈はわかるが。ダメだな。肝心なことを忘れているぞ。お前らの中で車の運転ができるやつはいないだろうが。そういえば。ならばここは私が。いや、お前には警官隊の指揮とアリオスのサポートを頼む。ここは俺が行かせてもらおう。車の運転なんてできたのかよ。これでも警察学校じゃ車両運転の教官も兼任していたな。任せておけ。意外な経歴ですね。助かります。どうかよろしくお願いします。ロイドたち行っちゃうの。ああ、でも大丈夫だ。絶対にキーヤのところにみんなで戻ってくるからさ。ええ、もちろんよ。戻ってきたらまた料理を手伝ってちょうだいね。確かにキーヤが手伝ってくれたら魔法みたいに美味しくなりますし。だったらいっそ派手にパーティーでもやろうぜ。知ってる連中全員支援課に集めまくってよ。それもいいな。キーヤ、本当は心細かったんだな。昔のことを覚えてなくて、自分が誰かもわからなくてごめんな。気づいてやれなくて。ロイド、なんだかちょっとずつ。でもロイドたちがいてくれて全然寂しくなかったよ。だからね、絶対に無事に戻ってきて。ああ、約束だ。はい、お疲れ様です。ランクアップですね。おめでとうございます。やりますね。まさかあんな簡単に突破できてしまうのはちょっと驚きです。ま、半年くらい乗ってなかったがなんとかなるもんだな。よし、このまま飛ばしてアルモリカ鼓動に出るぞ。お願いします。ああ。サイト、なんだ、なんか後方から車両が接近。警備隊の新型車両です。何？
まずいです。とんでもねえもん持ち出しやがって。とにかく振り切るしかない。お前らしっかり。課長大丈夫ですか？心配ない、かすり傷だ。しかし止血しねえとヤバいぞ。後方からもう一台車両が接近。課長もう停車してください。早く手当てをしないと。いいからしっかり捕まっていろ。お前ら若い連中の道を開くのが俺たち親父どもの役目だ。絶対に送り届けてやる。この隠れ熱血親父が。もう一台の車両は新型車両ではありません。ノエルさんの警備隊車両です。ノエル総長来てくれたのね。さすが警備隊若手の夫婦だぜ。聞こえますか？ノエルシーカーです。ああ聞こえている。ソーニャのひぞっこか。正直助かったぞ。どういたしまして。もう一台もこちらが相手をしておきます。そのまま行ってください。ああ、そちらも気をつけてくれ。戦場、まさかここが教団の残党が潜むロッジだったなんて。来たわね。エステル、ヨシア。よう、お疲れさんだ。そちらこそ大変だったみたいですね。詳しい話は先ほど通信でアリオスさんから聞きました。私たちもさっきやっとそこの入り口を開いたばかりよ。閉じていた扉が変な仕掛けがあって開くのに手間取っちゃった。でもこれで連中の拠点に潜入することができるわ。本当に助かったよ。俺たちはこのまま首謀者を逮捕しに行くけれど、君たちの方はどうする？もち手伝わせてもらうわ。そのためにここで待ってたんだし。失踪者も救出する必要があるし、助け立ちさせてもらう。ありがとう。君たちがいたら100人に来た。嘘だ、君たちに伝言があったんだ。そうか、やっぱりレンちゃんを捕まえる最後のチャンスは一体どういう意味なのかしら。うん、多分レンは私たちがあの子の全てを受け止められるか。そのためには活
つてあの子を襲った悲劇の一端を担っていた人物、彼から全ての真実を聞き出す必要がありそうだ。そうか、私も改めてあの人を問い詰めたいです。なぜあんな実験をしたのか、どうしてこの地に落ち延びて、そしてキーヤの正体と。そうね、締め上げることはどの道確定未定だな。なあ、確実に逮捕し、操られた警備隊を解放してキーヤの安全を確保する。行くのか。課長、止血したばかりなんですから、あまり動かないでください。さすがにこの足でついていくつもりはねえさ。だがせめてここで見送るくらいはさせろ。一人前になりかけの部下どもを見送るくらいはな。課長、たくカッコつけすぎだぜ。それが親父の特権ってやつだ。ロイド、エリー、ティオ、ランディ、着任して4ヶ月余り、お前らもそれなりに成長した。無事この件にケリをつけたら、晴れて一人前として認めてやる。だから絶対に無事に戻ってこい。はい、わかりました。了解です。イエスサゾッとしない。私たちも前に似たような不思議な場所を探索したことがあるわ。正直どんな魔物が現れても不思議じゃないだろう。万全の体制で臨んだ方がいい。そうか、当然敵による待ち伏せもあるはずだ。みんな気を引き締めていこう。私の番、ここです。
落ちた。甘いってろ。よし、もう大丈夫だ。Thank you.
んとかなったわね。よっしゃ、畳みかけるぞ。俺の番だ。さっきや任せて、そこチャンスです。皆さん、お願いします。アイサー了解。ここです。そこ、データ収集終了しました。Go!
行くぜ。任せてくれ。任せて。よし、そこ。さてと。任せろ。ふん。つい。ふん。行くぞ。さいと。やっと。さいと。この砦のジョ…あれは総員の礼拝堂の奥にあった紋章と同じ。このヨアヒムの野郎が置いていったファイルの表紙とも少し違うな。確か翼がついてた気がするが、多分こちらは簡略化された教団の紋章なんでしょう。ひょっとしたら現在の紋章の原型になったものかもしれません。それがこの場にあるということは、教団のルーツは500年以上昔に遡れ。しかもこのクロスベルが発祥の地かもし…ああ、君たちが発見した総員の紋章もしかり、500年前の戦乱の時代、この地の有力者を取り込んで勢力を拡大したの。なんてこと。いずれきちんと歴史を紐解く必要がありそうだな。気をつけてください。出たか。影の国で現れた悪魔たちの仲間。やはりこの一帯が異界化しているのか。とにかくぶち倒すぞ。敵集団との戦闘を開始。ええ、これで決める。任せて。行きます。ガンラーモード起動します。おっしゃ。任せてくれ。私の番です。
真の意味でのロッチみたいだね。ああ、入ってみよう。Thank you.